トリコロでございます。10周年の時じゃない、2020年にリニューアルして、この長尾くんが描いてくれた絵のなんかボケていう感じこちらのに変更になり、ただいま売っております。うん、ファーストアルバムボリューム1、はい、うん、1曲足したんですもんね、昔よりね。そう、昔より1曲だけちょっと足して7曲入りかな。そうですね、販売しております。これだけ、あの、なんですかね、今流行りのサブスクリプションサービスに載ってない。載ってないですね載ってないって時にゆうかさんが出てる載ってないっていうよりは、まあ、なんだろう、感じだった。久しぶりにこのアルバム昨日聴き返して、うんうん、愛らしかった、うん、そう、なんか一生懸命演奏してた、みんな。そう、トリコロールを知って、これを聴くときっとみんな愛らしいと思ってくださるかなって思うんだけど、アイリッシュミュージック始めました、人と演奏するのって楽しいねみたいな瞬間の始まりみたいな感じがしてます。1曲目は帰り道の歌、うん、長尾さんが学生時代に作った曲です、ね、そう、僕のも入ってるんですけど、今みたいな感じの歌なしで歌ってるわ。歌ってるんだよ3人ともそうですよね、これ歌って3人ともね、声がね、これが一番レアかも。あの、っていうのは、うん、僕らはもともと歌わないけど、まあ、最近中村くん結構歌ってるじゃん、うんうん、その歌ってるキャリアのかなり初期の頃の。そうだね人前で歌うのみたいな頃だったもんね。二人たちに、なんか正直言ってこの頃とレベルが変わってないんだけど、中村くんはこの頃と聞くと歌がうまいって。いや、最初聞いた時誰が歌ってんだろうと思いましたあれ、これ出だし僕だよなと思ってすごいね、変わったなって。特にだって記念のアルバムとかだってラップとかしてるじゃん。そうだね、その頃から聞き直すと可愛いって思ういきます。だいぶご存知になったと思うんですけど、私の大好きなシャノン・ヒートンさんっていう、あのアメリカのフルート吹きの方で、私たちがアニバーサリーとかね、あの弾いてる方なんですけど、その方の、これ多分サブスクとかではないかもしれないですけど、昔やってたシュークラというバンドがあって、はい、その中の3曲目か4曲目、ラブリーアニーっていう歌があるんですよ。はいはい。でこの頃はシャノさん歌ってなくて、そのフィドル弾く方が歌ってるんですけど、そのラブリーアニーって曲をコンサーティーナでちょっと弾こうかなって言って、今日聴き直したらだいぶ雰囲気は違うんだけど、もうあのテンポでしか弾けないけど最初弾きたいって言って、まあね、まあ、アニーもいるしって、その時気楽になんか考えてたんですけど、その、ラブリーアニーです。
何が ボリューム1から最後にエリザベスクレアをお届けしておしまいにしたいと思います。あ、やります、うん、はい、では皆さんありがとうございました。お家でトリコロール、また来月お会いしましょう。Thank you.